えば、そうね。私たちがいなくなってしまったら、ソフィーはどう思う？そういうことを考えると、なんだかモヤモヤしてくる。胸のあたりが重くなるような、苦しくなるような感じ。それが悲しいってことよ。ちゃんとわかってるじゃない。みんなが消えるのは、悲しい。ソフィーが自分を犠牲にするって聞いたとき、私たちもそういう気持ちになったのよ。アスベルも？もちろん。というか、アスベルが一番悲しかったんじゃないかな。だからあんなに怒ったのよ。悲しくて、だから怒る？悲しいから、怒る。よくわからない。まあ、不器用って言ったら、あなたもなんだけどね、ソフィー。私も、不器用？例えば、そうね。私たちがいなくなってしまったら、ソフィーはどう思う？そういうことを考えると、なんだかモヤモヤしてくる。胸のあたりが重くなるような、苦しくなるような感じ。それが悲しいってことよ。ちゃんとわかってるじゃない。みんなが消えるのは、悲しい。ソフィーが自分を犠牲にするって聞いたとき、私たちもそういう気持ちになったのよ。アスベルも？もちろん。というか、アスベルが一番悲しかったんじゃないかな。だからあんなに怒ったのよ。悲しくて、だから怒る？悲しいから、怒る。よくわからない。まあ、不器用って言ったら、あなたもなんだけどね、ソフィー。私も、不器用？ちゃんと話してみればいいんじゃない？アスベルと。そうすれば、アスベルが悲しくて怒った理由がきっとわかると思うわよ。アスベルと私、似てるの？確かに、似ているかもな。言い出したら聞かないところはそっくりだな。悪いな、俺は絶対に諦めない。私、クロソフィーが風花になるのを見てみたい。怒ってなかったのなら、それでいい。アスベルには、笑っていてほしいの。これからも、ずっと。俺もまだまだ修行が足りないな。ちゃんと話してみればいいんじゃない？アスベルと。そうすれば、アスベルが悲しくて怒った理由がきっとわかると思うわよ。アスベルと私、似てるの？確かに、似ているかもな。言い出したら聞かないところはそっくりだな。悪いな、俺は絶対に諦めない。私、クロソフィーが風花になるのを見てみたい。怒ってなかったのなら、それでいい。アスベルには、笑っていてほしいの。これからも、ずっと。俺もまだまだ修行が足りないな。